6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回はハイスペ男性との結婚を夢見て彼氏を振った33歳婚活女性の末路が悲惨すぎたっていう話をしていきます。女性の皆さんはハイスペと結婚したいって思ったことあるでしょうか？そりゃ結婚相手のスペックは高いに越したことありませんので、結婚したいって思うこと自体悪いことではありませんし、それ当然のことです。男性だってね、可愛い子がいい、若い子がいいって常日頃から思ってますんで、それは別に問題ありません。問題なのは、いよいよ後がないんだ、ラストチャンスだっていう時に自分を客観視できず暴走してしまう点にあります。私もね、なんなら昔からイケメンが好きで、あんな人と付き合いたいな、付き合えたらいいよなって思っていた時代がありました。中学高校ぐらいでしょうかね。そしてアルバイト先にすごいタイプの人がいたんで、付き合いたいって思って告白したんですが、もう撃沈、諦めきれずにもう一回告白して撃沈ってなってしまいました。その後もイケメンだって思う人に告白するも撃沈することが続いて、私はね、ここでようやく悟りましたよ。あ、私にはイケメン釣り合ってないんだと。それまでは自分のことも周りも見えてなくて、もうイケメンしか見てなかったんですが、何度か振られたことで、私がイケメンと付き合うことは無理なんだってなぜかね、ふって思ったんですよ。きっと私が顔に釣られて好きになって、彼らの中身を見ていないことが伝わってたんだと思います。それからというもの、見た目じゃなくて相手の中身しっかり見ようって心に私は誓いました。こうした痛い経験を私は10代でできたからこそ、結婚相手に対しては夢を見たことがないんですが、男性とお付き合いしたことがない人や視野の狭い人って、30代になってもなお男性を条件で見たり選ぼうとしてしまう傾向が高いです。反対に20代前半までに遊び尽くしたって人はもうね、すでに悟りを開いてまして、一回り上の男性でも OK、 とにかく相性があって一緒にいて居心地のいい人だったら OK って本質部分を相手にちゃんと求めています。スタートの段階で考え方が違うんで、婚活をしたとしてもやはり結果が出るスピードも変わってくるんですよね。それが半年以内に結婚できる女性となります。今からお話しする33歳の彼女はまだ悟りを開いていない状態なので、結婚相手に夢を見てました。その結果悲惨な末路となってしまいましたので、参考までに彼女の婚活エピソードをお聞きください。彼女は一人っ子、かつ中高大とずっと女子校だったんで、同い年の男性と触れ合う機会が極端に少ないまま大人になってしまいました。そこから社会人になって、同僚仲間と一緒に飲みに行ったり行動すること増えて、その中の一人だった彼とお付き合いをするようになりました。26歳で初めての彼ができたんです。お互い仕事が楽しく夢中になっていたため、気づけば30歳、付き合って4年が経っていたため、お互い結婚を意識するようになりました。そんな時にね、彼女はもっと他の世界も見てみたいって転職を決意。31歳で転職に成功し、そこからもまた仕事の日々、しかもベンチャーだったこともあって大変だけどすごいやりがいがあったんで、彼女の頭からすっかり結婚の2文字が消えてました。それから月日は流れ、33歳に。彼としては自分たちももう33歳になったんで、子供のことも考え、そろそろ結婚したいと思ってました。それをね、彼女に伝えると、ああ確かにそろそろ私たち結婚してもいいかもねっていう返答があったため、彼はよし、そういうことならけじめとしてしっかりプロポーズしよう。計画を立て始めました。一方彼女はというと、彼から結婚の話を出された時かなり動揺していたといいます。なぜなら仕事も視野を広げて転職をした結果、とても楽しくて前の仕事より自分に合ってるって感じたっていう経験をしてしまったことから、付き合ってるその彼に対してももしかしたら他の人に乗り換えたらですよ、もっと自分に合う男性が見つかる
んじゃないかなっていう気持ちに彼女はなっちゃってたわけですよ。確かに今付き合ってる彼が初めての人だったこともあって、33歳の彼女は彼以外の男性を知りません。果たしてこのまま彼と結婚していいんだろうかって、彼との結婚に対して迷っている自分がいることに気づいたんですね。そこで試しにアプリをして他の男性と接点を持ってみることにしました。他の人とやり取りして、やっぱり彼がいいなって思えば迷わず結婚したらいいよなっていう彼女の気持ちですね。確かに頭で考えててもこういうのって全然ね答え出ないんで、実際にやってみた方が手っ取り早いかもしれません。彼女は本来男性アイドルが好きで、綺麗な顔立ちをしている男性が好みでした。でアプリで見ている時にね、まさにもうドンピシャな彼を発見、迷わずいいねを送ったところ、彼からもいいねが返ってきました。もう彼女はその時点でふわーっとね舞い上がってしまって、付き合ってる彼のことはすっかりと頭から消えていました。アプリの彼とは毎日やり取りをして電話もするようになって、もうねメロメロ。彼女からの猛アプローチでやり取り開始して1ヶ月後にようやく会うことになりました。しかもその日はクリスマスイブ、ロマンチックな日になるぞって彼女はルンルンです。ただそこに現れた彼は写真とは似ても似つかないような男性で、もはや別人でした。あの写真は10年前のもので、今はあれから20キロも太って髪も寂しい感じになっていたんです。彼女は大きなショックを受けて30分お茶をして解散。ただこの11ヶ月間夢を見ていた彼女はそこから覚めることができません。一度はタイプの男性とデートができる、付き合える、結婚できるかもって夢に夢を膨らませていたため、もはやそれを叶えたいっていう思考になってしまってました。だからなのか長年付き合っている彼を見ると霞んだように見えちゃって魅力を感じなくなってしまいました。ただそんな彼女とは裏腹に、彼はというとですよ、着々とプロポーズの準備進めてて、プロポーズのために指輪も購入、クリスマスである明日彼女にプロポーズしてバシッと決めるぞって張り切っていました。この時点で嫌な予感しかしませんよね。でそしていよいよクリスマス当日、景色のいいレストランで食事して終盤に差し掛かった頃、花火が刺さったホールケーキが目の前にパーン登場。そして彼女の前にひざまずいた彼は指輪をね箱パカしてプロポーズ。周りのお客さんの視線ももう熱いですよ。さあ彼女は一体どんな返事をするんでしょうか。あの今ちょっと混乱しているから返事はまた今度でもいいと、まさかの保留。彼とお店の人、お客さんはえってなって拍手しようとね準備していたその手をそっと収めました。その後はまあ気まずいですよ。まさか保留にされるとは思ってなかった彼はびっくりして、なんでどうしたのって彼女に聞くも何も教えてくれません。彼との関係もギクシャクしてしまって、10日後悩みに悩んだ結果、彼女は彼からのプロポーズを断って、2人は7年の交際に終止符を打ちました。なんかねすっごいすごい切ないですよね。初めて付き合って7年続くってかなり相性がいい証拠だと思うんですが、それでも彼しか知らない女性はその相性の良さにも気づけなかったのかもしれません。結局年齢的なものもあって、アプリをしてもパーティーに参加してもいいなって思う人とは全然マッチングしません。そしていろいろ調べた結果、結婚相談所にたどり着きました。入会して好きな条件を入力し、検索ポチッとかけたところ、タイプだし高年収だし優しそうな男性たちがずらーっと出てきました。ハイスペたちはここにいたんだなって彼女のテンションがもう爆上がりして、片っ端からハイスペに申し込みをするも、見事に3日以内に全員からお断りされて撃沈。担当者からも35歳で年収900万の男性は20代女性も狙っているので難しいって言われるも諦めることできません。7年付き合ってきた普通の彼を振ったんだから、どうせならハイスペ捕まえないと意味がなくなっちゃうっていう思考にもなっちゃってたんですよね。結局3年経っても結婚できず、その相談所退会してマンションを35年ローンで購入し、望まない独身生活を続けることになってしまいました。そしてこの話を聞いて皆さんどう感じましたでしょうか。それは自業自得だよって思いましたか。それともなんかわかるかもって思いましたか。人の人生を知れることで自分の人生に応用することができます。彼女のようになりたくないって思うならどうすべきだったかっていうのを考えを巡らしていくっていう
ることも大事かもしれません。ただ33歳で婚活を始めてもハイスペと結婚できる方法はあります。残念ながら彼女が在籍していた相談所では教えてもらえなかったようですが、秘策ってね、いくつかあるんですよ。希望を持ってください。知りたいよっていう方だけ最後にこっそりね、今からお伝えしていきますので、このままご視聴いただけたらと思います。33歳がハイスペと結婚する秘策、その1、転勤族を狙う。安定した生活を手に入れたい女性は転勤族を嫌います。気持ちが落ち着かないからですね。ただ転勤があるっていうことは、まあ、ある程度大きい会社に属しているっていうことが分かりますよね。なので年収と照らし合わせてみると、そこはもう間違いなく確定することができます。そのため伸びしろのある人だっていう判断をして、あえてライバルが避けがちな転勤族をもうピンポイントで狙っていくのがおすすめです。転勤族 OK なら OK ってプロフィールに書いてアピールした方がいいし、 OK は OK でも単身赴任 OK なのか、子供ができた場合でも家族ともどもついていくつもりなのか、具体的に書けば書くほどいいでしょう。反対に転勤族の男性は転勤のない同じ年収の男性に比べて女性からの支持が少ない傾向にあります。そんな時にね、転勤族 OK よっていう女性から申し込み入ったりとか、検索している時にそんな女性を見つけたら迷わずお見合い OK すると思うんですよ。ライバルが行きたがらないけどでも有料物件の男性ってね、たくさんいるんで、こうした視点からハイスペ男性申し込んでいくと、いとも簡単にお見合いを成立させることができます。33歳がハイスペと結婚する秘策、その2、自立してますアピール。ハイスペ男性は自分の条件に寄ってくる女性を嫌います。家事手伝いなんてもってのほかだし、アルバイトで年収100万円台の女性も無理だって思ってます。ハイスペでも何でもない男性でも家事手伝いは嫌だ、俺を ATM にするつもりかよってハイスペでもないのに思っちゃうんで、それぐらい男性ってね、お金目当てにされてないかっていうのを気にするようです。でもハイスペじゃないならお金目当てでもないと思うんで、そんな男性はね、別に気にする必要もないと思うんですけどね。そう思いたいんだったら、まずは年収700万円以上ぐらいはね、稼いでおくべきだとも思っちゃいます。あ、すいませんね、ついつい辛口が出てしまいました。なので本当のね、ハイスペを女性の皆さんが狙いたいんだったら、私は結婚しても出産しても今の仕事を辞めるつもりないし、むしろ充実しているので続けたいですっていうアピールをすべきなんですよ。ただこの時に仕事がもう超楽しい、ハッピー、今の仕事こそ私の天職であって、この仕事に人生捧げてますっていう書き方は NG ですよ。ダメです。この塩梅がね、結構難しいんですが、結婚しても子供を産んでも仕事を続けたい気持ちがあるんだったら、それを書いておくに越したことはありません。33歳がハイスペと結婚する秘策、その3、40代まで許容範囲にする。35歳の男性にとって33の女性は若くありませんが、45の男性にとって33の女性は若いです。一回り下ですからね。そのため33歳でも若いって思ってくれる年齢の男性に的を絞って申し込みをすべきです。40代の男性に対しては33歳っていう年齢をまだ武器にできますので、子供を希望している40代後半男性なんかは狙い目だと思いますよ。自分の年齢が不利になる戦い方をするんじゃなくて、有利になる戦い方をしなければハイスペと接点を持つことすら難しくなります。それに40代後半ともなれば、軽く年収1000万は超えてますんで、同じ年代のライバルが狙わない分、穴場と言えるんじゃないでしょうか。婚活をするときはね、ある程度男性の立場に立って物事をこんな風に考えて、どう立ち回るかっていうのを決めておかなければ時間ばかりが経ってしまいます。こうした提案は婚活を知らなければなかなかね、出てこないので、もし皆さんが本気でハイスペを狙いたい、結婚したいなってご希望でしたら、ある程度成婚実績があってノウハウを SNS で発信している結婚相談所に頼った方がいいでしょう。開業したてで気持ちだけね、すっごい熱くても知見がなければ会員さんを成婚に導くことはできませんので、気持ちではなくて実績のある相談所、かつ大量のノウハウを公開しているところが安心です。
そしてプレシアでは会員さんが結婚できるためのアドバイスを日々全力で行っております。寄り添って話を聞くだけだったら婚活カウンセラーである必要はありませんよね。だからそれプラス結婚するためには今後どのように動いていけばいいのかっていうのを必ずセットでアドバイスをするようにしております。お見合いを断られた、悲しかった、辛かった、これはね事実です。事実に対して辛かったですよね、ショックだよねっていうだけでは、事実の再確認をしているだけであってプロの仕事じゃないです。多くの相談所に足りないのはこの後セットで改善策を的確に提示するっていうことなんですよね。これしないから会員さん側は不満を持ってしまうんだろうと思います。いくつになってもどんな条件であろうと同じレベルの異性にちゃんと申し込んだらお見合いって普通に決まるんですよね。自己価値診断チェッカーに当てはめればこの答えは一発でわかるんですが、これはプレシア会員さんだけにしか提供してません。それでも有料でいいから使わせてほしいっていうお声を日々いただき、これだけ需要があるんだったら非会員の方にも使ってほしいなって思ったので、この度婚活ランク表を作りました。これを見るだけであなたが婚活の中でどのランクに属しているのか一発で分かって、そしてあなたと同じランクの異性の条件までもがすぐに分かります。自己価値診断チェッカーの簡易版っていう位置づけになります。これ見てもらうだけでも婚活っていうのはかなりイージーモードに突入していきますので、ぜひこの機会にお受け取りください。受け取り方法は動画下の概要欄に載せております。そして婚活ランク表の使い方動画も一緒にお渡しするんで必ず見てくださいね。いい武器を渡してもその使い方を間違えちゃうと逆効果になるのでお気をつけください。動画を最後まで見ていただいた皆さんには有効活用していただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。